Hey guys, it's Mountain g o 今日は、えー、皆さんにこのチャンネルの今後についてあのお話を聞いていただきたくて動画を回していますまあ今から話すことはあくまでね私個人の考え方をこのチャンネルの透明性のためにお話しするということですのでまあいつもながら私の個人の考えに過ぎなくてまた私の考えが必ず正しいということもないし私個人のお話 以上でも以下でもないというそういった話なんですけれども結論から申しますと私はこのチャンネルの収益を全額寄付していきたいと思っていますまあ今からねあの <laughs> 具体的にどういうことなのかっていうのをお話ししていきたいんですけれども私がこのチャンネルを始めるにあたってずっと考えていたことがありましてまあ私は 常々ハイキングをしているわけで、で、ハイキングはね、もちろん楽しいし、好きでやっていることで、昔からギアが好きだったので、まあ、いろんなギアをね、試しながらっていうことを、まあ、YouTube を始めるずっとね、何年も前から趣味でやっていたわけです。で、まあ、ある時、趣味でやってることを人と共有したらいいのかなって思いながら、このチャンネルを始めたわけなんですけれども、で、まあ、おかげさまで、まあ、いろんな方に見ていただいて、チャンネル登録をしてくださる方が増えてきたわけです。 そのこと自体すごくありがたいと思っていて本当にね、この場をお借りして感謝申し上げたいと思います。皆さん、あの、いつも応援してくださって本当にありがとうございます。まあ私は折に触れて私のハイキング動画の中でトレイルを整備してくださっている方への感謝の言葉というのを述べてきたと思います。私自身、こうハイキングをし、そのハイキングの模様を動画に撮って共有をしていくということをしていく中で まあこれあくまでね、私個人の考え方なので、別にこの考え方を誰かに強いる意図は全くないし、あくまでね、不運あなたはそう考えるんですかっていうぐらいの話で聞き流していただけたらいいんですけれども、トレイルってもちろん、そもそもトレイルって誰かの土地だったりするし、そしてどこかの誰かが休みの時間とかね、空いた時間を削って整備をしてくれて、またそれに対してお金を払う人がいて、それでトレイルってものが成り立っていて、 自分はただそれを楽しむだけのね、ただ乗りしているだけじゃないかと。英語で言うところのね、exploit。<laughs> 日本語にすると搾取ってなっちゃうんですが、まあちょっとそこまで強いニュアンスではないんですけれども、ちょっと exploit しているような感覚がずっとありまして、それでこのチャンネルを三歩を良しにしたいなっていうふうに、えー、割とですね、このチャンネルを始めた当初から考えるようになりまして、で、この三歩を良しっていうのは何かっていうと、 もちろん私自身はハイキングをしていることが楽しいし、そして私は自分のこの知識とかね、道具とか、その試した結果とか、そういったものを人とシェアするのか、守備というか、まあ私自身ね、楽しくてやってるわけです。で、こうやって皆さんが応援してくださっているということは、おそらく私のこのハイキング動画とかギアトークなんかは、見てくださっている方に、大内小なりね、楽しんでくださったり、 方がいるあるいはあのまあ、少しでもね何か役に立つというふうに考えてくださっている方がいらっしゃってそういった方々に支えられてまあ、私はねこのチャンネルを続けてきているわけですけれども私自身がこの活動をしていて楽しいしで私のこの活動を楽しんでくださっているあるいは何かしらの価値を見出してくださっている方がいるということでまあ、そういった意味ではまあ二本をよしな状態というかねまあ、ウィンウィンな状態というふうに言えるかと思うんですが。 三方しとということで私よし見てくださる皆さんよし社会よしトレイルよしにもしていきたいなっていう考え方が、まあ、いつしかこうねあの芽生えてきましてあのよくね海外のアウトドアブランドなんかが1% for the planet っていうねそういう活動をしているかと思うんですけれども、まあ、私はもう100% for the planet っていう形でやっていきたいと思っているわけです。ですからもう収益が してるんですけど、えー、その収益金を例えばトレイルを整備してくださっている方整備している団体とかねあのそういったことにも役立てていただきたいと考えているしあと自然災害なんかが起きたらそういった自然災害の復興とかねそういったことに役立てるお金にも。 使っていいきたいしまたこのチャンネルって、まあ、私がバイリンガルでやっているということで英語で話す時は日本語字幕をつけて今このように日本語で話している時は英語字幕をこうつけてるわけですけれどもそういった中で私のこのチャンネルはあの割とね世界中の方が見てくださって登録してくださっているんですね。なのでやっぱりプラネットっていうからには私はこの活動をローカルなものにしたくないというふうに思っていて。世界中の 方ががが見ててくだださって収益が上がるのだから生み出された収益は日本のみならず海外にも還元していかないといけないと思いますですから例えば海外で自然災害が起きたであるとか例えば海外のトレイルのオーガニゼーションでもいいですけれどもまあそういったところにも収益をね微力ながら寄付できたらなというふうに考えていますでもちろんそういったローカルなところにね寄付をするとかそういうあの小さなね 細々と活動を続けてくださっている方々への寄付っていうのは税制優遇みたいなものはね受けられませんのでですから私もやはり年間で寄付できる額っていうのはある程度限られてくるんですが例えばある一定のね額に達した段階でチャンネルの収益費をまあ一旦止めるとかそういったまあ1年の中でね 止めるるとというこもももあり得るんですけれどし、まあ、しましてもね私がやることは変わりませんし私はこれまで通おりあの少しでも皆さんの、ね、役に立つようなまた私自身がやってて楽しいような動画を皆さんにお届けしたいと考えています、えー、皆さんはそれを私の動画をいつものように無理のない範囲であの皆さんがいつもあ今回は見よっかなみたいな感じで見てくださったらその皆さんが見てくださったことによって収益が生み出されて で、その収益が世の中に還元されていくと。この星を少しでも、ちょっとでも良くするために、そのお金が使われていくという、そういった形でやっていきたいと思っていますので、ですから本当にね、私がやることも変わりませんし、皆さんに特別に何かしていただくということもありません。このチャンネルを始める前に、私自身もちょっとこう、生きがいを見つけられずに腐っていた時期があったんですが、 このチャンネルを始めて多くの方々に応援していただけて、この YouTube の活動が私にとっては生きがいになっています。で、そのことに対して、まあ私自身も皆さんに感謝を伝えたいというかね、皆さんの応援を社会に還元していくというのが、私にとってのトレイルへの感謝、私が生きているこの星への感謝、そしてまあ皆さんへの感謝の伝え方というふうにまあ私は捉えながら、この活動を続けていきたいと思います。 皆さんにはね、あの、引き続き応援をいただけたらありがたいですし、<laughs> 応援していただけたら嬉しいです。はい、本当に皆さんにはいつも、あの、感謝しています。ありがとうございます。収益化が完了した、いろいろな手続きがね、もろもろの手続きとかが完了したタイミングで皆さんにこのお話をしたいなと思っていて、数日前にね、すべての手続きが完了したので、今、この動画を回しているというところです。収益化して、こういうふうに、 社会に役立てたいからチャンネル登録してくださいみたいに言うのが私としてはちょっとしたくなかったというかあくまで私のこのコンテンツをよしと思ってくださる方々が自然とね輪が広がっていってそれで結果として収益化が達成できたっていうタイミングで皆さんにお伝えしたいなと思っていてなのでその時がようやくやってきたということでこうやって皆さんに報告できることを非常に嬉しく思っています 寄付をする映像とか動画をね、YouTube にそういうのアップしなくてもいいかなというふうにはあの、そう、そう、アップするほどでもないのかなというふうに思っていますので、まあ以前のね、チャリティーフリーマーケットの時のように、まあいくらいくらね、どこどこに寄付しましたみたいなことは、おそらくね、インスタとかでね、さらっとお伝えするぐらいになるかと思うんですけれども、もしかしたらね、偽善的だみたいな、えー、そういう言葉がね、寄せられることももしかしたら今後ね、あるのかもしれませんけれども、物事、 人それぞれですからね、捉え方は。ですから、まあ私は、私がやっていて楽しいと、やっていて正しいと思えるようなことを今後も続けていきたいと思っています。まあ本当に大ごとじゃないんですね。収益化といっても、このね、ぐらいの規模のチャンネルであれば、そんなにね、超有名本業 YouTuber みたいな、そんなにお金が稼げるみたいなことはないので、ですから本当に今後寄付していくお金っていうのはビビたるものなんですが、 尻もつぼれば山ととなると、はいまあ、私なりのね、まあ、一つのある意味、けじめっていう感じで、<laughs> まあ今後もね、この活動をしていきたいと、続けていける限り、続けていきたいと思いますで。もしもね、収益化に関するポリシーが何かしら、ね、変わるっていうことがありましたら、その時はね、またその都度皆さんに説明をしていきたいと思います。えー、私は今後も、このチャンネルは一切のスポンサーも受けずにね、一切のレビュー依頼も受けずに、あくまで 私の個人の正直な感想を伝えていくというねそういった方針でこれからもやっていきたいと思いますということで最後まで見てくださった方がどれだけいるのかなというふうに思うんですけれども今日もご視聴誠にありがとうございますこのチャンネルが良かったらいいねボタンをお願いしますよろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますすでにお済みの方はいつも本当に本当にありがとうございますもうねはい 本当にありがとうございますインスタグラムもやっておりますので概要欄にリンクを貼っておきますから是非お気軽にフォローしてくださいもしもね質問コメント等ございましたらお気軽にコメント欄に残していただければと思います長々と話してしまいましたが以上です皆さん良い一日をお過ごしください See you outside bye